ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルではゲーム好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで今日紹介したいのはアウトライダーズの件です。でデモ版が今実装されてまして、まあ、本編は4月1日にセールされるんですけども、まあ、それまでに体験版の中でやっておくことみたいなのがあります。まあ、体験版といえどこちらの、まあ、画像の方を見ていただくと分かるんですが、本編に引き継ぎ可能というところで書いてあります。キャラクターと、まあ、ストーリーの進行状況が引き継ぎが可能っていうところで、まあ、やるべきこととかいくつか、もし、まあ、暇とかね、このゲームすごい好きだなってことであれば、やっといて損はないのかなってお話を、この引き継ぎが可能っていう前提条件でお話ししたいと思います。で、まずね、キャラクターの育成であったり、まあ、リソースを収集する意味と、まあ、シャードの件のお伝えします。これがね、リソースは分かってても、シャードが分かってないケースがあります。で、クラフトに関しての説明ですね。まあ、それ繋がってくるんですけども。で、レジェンダリーとエピック装備に関しての、まあ、入手方法とか、あとは手に入れた装備をどうするかとか、そこら辺のお話をしていきたいと思いますので、最後の方までご視聴よろしくお願いします。じゃこちら、マイキャラクターですね。キャラクターどうすればいいのかっていうところで、一応これ、最初の画面に戻ると、ロビーっていうんですけども、キャラクターをいくつか作ることができます。今、6項目あるんですけども、まあ、4キャラ。種類が4種類いるので、トリックスターとテクノマンサーとパイロマンサーとデバステーターの4種類いるんで、まあ、4種類のキャラクターを作って、レベルをマックスまで上げる。で、ワールドティアっていうものがありまして、まあ、こちらのワールドティアですね。一応こう、5まで解放されていて、しかもワールドティアの中でも経験値っていうのがあるので、ワールドティアの経験値マックスまで上げておく必要があります。これね、結構、死に戻りとかして稼いでる人とかだと、ワールドティアが下がっちゃったりしてるんで、上がったりしないんで、しっかり上げ切った状態にしておくといいと思います。ワールドティア上げるのって結構ね、意外と時間かかるんで、5になったら終わりじゃなくて、5になったマックス数値まで上げておくといいと思います。4月1日に早く進めたい人であれば、ここでだいぶね、時間の差が出てくると思いますんで、まあ暇だったらね、コツコツやって、1日1キャラとかでも育ててみるといいのかもしれませんね。今後ティアを上げるにしても、強い方が圧倒的に早く進めることができるってことだけはあります。で、ワールドティア、簡単に最初にね、事前知識としてお伝えします。まずワールドティア1から始まって5まで追加することができますね。で、最初のワールドティア2、3まではレジェンダリーのドロップ補正確率がまあ 0% なんですけど、4から5になると 25% までこう上がってくるというところになりますね。で、装備可能アイテムレベルが2なんです。これね、後でお伝えするんですけども、リソースを使ってレベル上限上げたりとかいろいろできるんですが、まあ、ワールドティア上げさえすれば、そこら辺のリソースっていらなくなるんですよね。なので、ワールドティアどんどん上げるのが最初目的になってくると思うんですが、ここでレジェンダリードロップ率がね、補正率が 300% までこう上がってきて、しかも装備可能アイテムレベル上限が12だと。なので、最初はね、もうガンガンドロップしてやるってのも大事だし、レジェンダリーも、チタニウム使ってレジェンダリーのレベル上げたりとかできるんですよね。今拾ったやつも。だけど結局、レベル12上げるチタニウムの量って結構エグかったりするんで、まあ、ワールドティア上げて、ガンガン拾った方がいいのかなとは思います。ただ、確実にね、今全種類取っておきたいのであれば、今ね、えぐい周回方法があるんで、それも後でね、お伝えしたいと思いますが、基本的にもうワールドティア上げること。で、さらに、この後上げていくと、チャレンジティアであったりとか、エンドコンテンツなどの周回とかね、そこら辺でレジェンダリーアイテム、高難易度の上げていくとか、そういうのがありますんで、まあそこを皆さんはね、意識していくことが大事だと思います。ただ正直、これだけのドロップ率がかかるんで、今ね、周回してレジェンダリー集めるのもいいけど、どっちかっていうと、別のね、リソースのシャードっていうところがね、結構重要になってくるんで、そこのお話もしていきたいと思います。で、次、リソースの説明ですね。スクラップは、まあ通貨になって、革、鉄、チタニウム、これクラフト用のものになって、で、革は武器解体、鉄は防具解体、チタニウムはエピックレジェ解体か強い敵ドロップか鉱脈っていう感じになります。この左下の方に、いつもね、ステータス画面にあるようなやつです。今アップにしてますけど、これが、素材になります。
で次はこちらの左下のさらに左下のシャードっていうところですね。これの説明なんですが、はい、でこのようにねシャードにあのカーソルを合わせると最大体力、ボーナス火力、アノマリーパワー、クリティカルダメージ、アーマー貫通、HP 吸収、武器っていうのに、出てくると思います。この数値は、まあ、今のところ確認してるのがね、フレンドがやってる4000ポイントとかまで貯めてるらしいんですけども、これもね、クラフトに一応使うようになると思います。ただ、何に使うのって話になった時、結構ね、分かりづらくてね、分かんないって方多いし、動画も出てないというとこなんですが、例えば、こっちの武器とかありますよね。ここに書いてある、HP 吸収って書いてあるところあるじゃないですか。何パーセントとか。そういうものが書いてあるのを解体すると、そのポイント分が手に入ると。なので、これの場合は武器はクリティカルダメージですよね。で、HP 吸収。これを解体していくと、それが手に入ってくる。で、防具の方だと、アノマリーパワーだったり、他の火力だったり、火力、追加火力とか、そういうのありますよね。ボーナス火力だったり、他の、アーマー貫通は武器か。最大体力とかね。そういったところが、追加されると思います。なので、クラフトでこれね、使う素材としてのこのシャードは、この溜まった分のポイントを使って、ドロップした、ここら辺の、要するに、HP 吸収武器のパーセントのところ、ここのポイントを上げる。そのために使う、クラフト用品だと思います。で、これが結構ね、溜めれるので、まあ、体験版でやるときは、ドロップしたやつね、もう、売ってもしょうがないんで、もう解体しまくって、ここのポイントを上げていくっていうのが大事だと思います。何が手に入るかというと、ここの特性に書いてある武器の数値が、ここに入ってくるってことになってますね。じゃあ、クラフトに関してですね、革鉄、チタニウムはレアリティに応じて武器のレベルを上げるものになります。チタニウムは現状10個までしか保存できないんで、まあ、結局始まってから取らなきゃいけなくなるそうですね。エピックかレジェンダリーの武器レベルを上げるのがチタニウム。それ以下のものに関して言うと、革と鉄を使うようですね。で、シャードですけども、装備の特性部分の強化に必要です。体験版ではリソース多めに貯めれるようなので、まあ、クラフトが実装された時に特性値、現状持ってるやつの特性値をもうガンガン上げて、まあ、周回とかを、早くできるようにして、自分が強くなれば周回が上がるじゃないですか。特に武器の、特性値上げれば、敵を一品ね、倒せるようになるんで、それでスタダを決めるのには有効なのかもなと思います。で、武器バリエーションというものが存在してて、レベル解放で武器のカスタムが可能になるようですね。まあ、武器ごとで、まあ、解放されるものが変わってくるようですね。単発バーストフルオートなのか、反動があるのか。例えば集団性。集団性は、まあ、ショットガンの集団性であったり、そこら辺とか、あとはスコープの倍率とか、そこら辺も変えれるようですね。まあ、マガジンに関しては、角マガとか特にないようです。はい。で、モジュールに関してですけど、例えばこのレジェンダリー僕1個持ってるんですが、これを見ると、まあ、さっきの特性の下のあたりに、四角く書くであるダメージリンクス X とこういうのがありますよね。これがモジュールって言ってレベルが書いてあります。1か3かで、これ、まあ、手に入れると、例えばこのレジェンダリを解体すると、このダメージリンク X っていうのとパネラビティバレットっていうの1が、まあ、クラフトステーションに登録されます。なのでこの登録されるとダメージリンクス X を他の武器とかに、まあ、つけることができると。で、それは1個じゃなくて、その登録されたらもういくらでも使えるようですね。なので、まあ、ここら辺の武器とか防具とかをどんどん解体して、ここら辺のステータス、モジュール系をクラフトステーションに今のうちに登録しておくのが必要。なので、今もし、万が一ね、ティアが上がればレジェンダリーなんてね、もっと出てくると思うんですが、ここら辺をドロップしていくのであれば、まあ、例えば重複して、二つ手に入れた状態で、もう片方の方はもう必ず解体していくっていう作業を今やっておけば、将来的に、あとはもう、突き進んでいくだけなんで楽なのかなっていうところになります。ただ、チタニウムが必要なんですよね、これレベル上げるのに。なので、今レジェンダリー拾っても、
結構武器レベル上げれば、まあ追いついてはくるんだけど、まあ素材は大変ですよ。ただ、持ってたら、まあそれ以上拾う必要はなくなるんで、かなり。まあ今、まだね、時間1ヶ月ぐらいありますんで、やっとくのはいいかなと思います。ただ、モジュールはそういうふうにして、活用するので、レジェンダリーは2つ手に入れて、1つは、解体しましょうっていうようなことになります。で、一応ね、この2つついてるものがあるんですが、片方をクラフトで、モジュールクラフトできるので、1個残してって感じになります。なので、他のレジェンダリーから、バネラビティバレットを交換して入れるっていう方法になるのかなと、個人的には思います。で、一つ気をつけてほしいのが、今ね、急いでレジェンダリー解体してる人はちょっと危ないですね。考えましょう。これ、レジェンダリーとかエピック解体するとチタニウムが手に入るので、どうせ解体するんだったら今は持っときましょう。今すぐ解体して、スタダ決めたいんだったら、そのチタニウムも必要じゃないですか。今10個しか手に入らないやつ。これエピックとレジェンダリー解体してれば手に入るってものが分かってますんで、それをやらないともったいないです。ここめちゃくちゃ重要なんで、今すぐ解体レジェンダリーは NG です。はい、今ね、実装されてるもの、まあ簡単な方だけしか僕は効率中なんで教えません。で、ストーリーポイントの解放で、ヤコブと怪物で第一都市に向かうってところ、これでストーリーポイントを設定してゲームを続行します。はい。で、始まると、マケイン副隊長が最後に確認された地点に向かうっていうのが出るんで、そこにこうやって矢印で向かっていきます。で、ファストトラベルでこっちの交差路に向かっていくと。で、こんな感じで、突き進んでいって、この、崩落ですね。崩落の方に入っていきます。こっから走っていって、まあ、ソロでやった時の効率のいいやり方ですね。で、こうまっすぐ行くとこ、今右手の方に見えてる、なんか建物がありますよね。こっから、変な隊長が出てくるんで、この隊長機をこう倒します。こうバーって。で、撃ってれば死ぬんで、これで、レジェンダリーのドロップです。する確率があります。で、このマークスマン。で、下に今マークスマンいましたよね。で、さらに下の方を歩いていくと、こっちにマークスマンがいるはずなんだけど、いたいた。このマークスマンね、隠れてるマークスマン。これでレジェンダリーの、ゲットする確率があるキャラクターですね。隊長とマークスマン2体。で、ソロだとこの3体なんですけども、2人でやると、マークスマンが1体増えます。左の方に2体、右の丘登ったところに1体って感じで、全部で3体のマークスマンが出るんで、まあ、2人の場合はそれをやる。で、3体の場合は1体の時と変わらないで、まあ、やるなら1人か2人とかでやるのが僕のおすすめですね。ただ、さっき言った通り、ティアのね、ティア5の状態でこれ回ってもめちゃめちゃ手に入るわけじゃないんで、まあ、暇だったらやるって感じと、ここの周回してガンガンアイテム拾って、それ分解してシャードに回すっていうのが今やることなのかなと思います。一応ね、これ、なんでこれ進めるかっていうと、ちょっとずるい感じはするんですが、CS 勢。ローディングめっちゃかかるプレステ勢の方っていうのは、箱周回の方とか、無理なんですよね。ローディング長くて。特にプレステ4の人。なので、まあ、全員におすすめできるんだったら、今このゲームやってる、クロスプレイでやってる皆さん、リスナーさん全員におすすめするとしたら、現状ではこれです。で、とりあえずまあ、時間が無駄になるのが一番良くないっていうところで、これ紹介させていただきます。で、次、エピックの紹介ですね。はい、エピックに関しては、まあ、この、まあ、街の、こちらのグレゴルラムと、この、なんだっけ、エヴァか。ここにいる二人。で、話しかけると、なんかセール品が売ってますよね。ここで、紫のエピック商品が発売されることがあります。で、ここのセール中のね、こう時間を見ると、これ31分って書いてあるんですけども、1時間更新になります。なので、まあ、大体というかもう完全に、本体の時間と変わらないので、例えば1時間後24時間だから、1日24回のチャンスがあると。なので、まあ、インしといて別の作業をやってたとしても、1時間経ったらここ覗くとかいうふうにやると、エピック装備が一応手に入るのかなっていうところになります。だからさっきの周回1時間やって街に戻ってきてみるとか、あるいはまあ、
なんか適当にね、パソコンで作業したりとか、テレワークの人だったらパソコンで仕事しながら1時間に1回休憩で見るとか、そういったことをしてエピック商品手に入れるのもいいのかもしれませんね。一応いいエピックが手に入ればモジュールも手に入るし、あとまあそれをね、将来的にもうずっと使いたいんだったら、まあ、チタニウムでレベル上げたりとかして使ったりもできそうなんで、一応無駄にはならない。ただまあやるべきことでね、絶対やっとけとかじゃないんで、一応ここら辺はまあ効率とか考えて、まあレベル上げてティア上げるだけでいいなって人いたらそれでいいと思います。で最後にですね、手に入れた装備どうするのかまとめです。シャードは集めなきゃいけないんで、シャード集めでレア以下の装備を全部買いたい。でエピックレジェンドは重複しても製品版になるまでは解体をしないってことですね。まあチタニウムがないと、皆さんがレベル上げたいとするエピックレジェンダリーの装備のレベルを上げることができないんですね。なのでいくらレジェンダリー拾っても、チタニウム10個しかなかったらスタダ決めることができない。なので、材料費が10個しか貯めらんないんだとしたら、じゃあ現物で持ってけよって話なんですよ。だからそこら辺の工夫をするべきなのの時期なので、レジェンド解体をパッて今やっちゃうのはもう絶対に NG なんで、やめてみましょうっていうのの注意でした。はい、最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので、見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。